2011MD はアポロ型小惑星の地球近傍天体である。日本時間の2011年6月28日午前2時に地球からおよそ12000キラマターズまで接近した。当初はデブリだと思われていたが、その後の調査で小惑星だと判明した。2011年6月22日、ニューメキシコ州にある LINEAR が所有する。 望遠鏡によって発見された。発見時の外算で直径は10から 45m の範囲とされ、後には7から 15m とされていた。2014年6月には NASA の赤外線天文衛星スピッツァーによって、この年の2月に行われた観測の結果、直径は 6m、比重は水と同じ程度であるとされた。エミリー・バルドウィン博士は雑誌、 アストロノミーがウにて、この天体が地球に衝突する心配はなく、地球の大気圏に突入した場合、大部分は明るい火の玉として燃えてしまい、わずかな隕石がばらまかれるだけだろう。と述べている。2011年6月28日の最接近によって 2011MD の光天周期は380日から396日に広がった。地球通過時の相対速度は、 秒速 6.7km で地球に対しての、軌道利信率は1.1であった。AB、NASA アウンセスレイテストプログレス、アップカミングマイルストーンズイン、ハントフォーアステロイズ、NASA、http www.NASA.gov、プレス、2014、ジューン、NASA アウンセスレイテストプログレスアップカミング、マイルストーンズイン、ハントフォーアステロイズ、 U6 アイスベル T8E 2014年6月22日、閲覧。ダンヨモンズ、ベンド・イット・ライク・ベカム、スモール・アステイロイド・ツー・ウィップ・パスト・アース、オン・ジューン27、2011。ジェット推進研究所。2014年6月22日、閲覧。AB、JPL スモール、ボディ・データベース・ブラウザー。ジェット推進研究所。2011年6月26日、閲覧。 A.B. トニーフランダースアステロイド2バズアースマンデージューン2セブンススカイパブリッシング2011年6月4日閲覧トニーフランダースイズアステロイド2011エムリースペースジャンクスカイパブリッシング2011年6月24日閲覧 A.B. ポールサザーランドインカミングアナザーアステロイド2スキムバイ 2011年6月24日閲覧。Conversion of Absolute Magnitude 2 Diameter.Miner Planet Center.2012 年5日。ありがとうございます。